翌日、グラントリノにアドバイスをもらった僕は深夜の自主練でボロボロになっていた。朝ごはんの用意をしても頭の中はワン・フォー・オールでいっぱい。たい焼きをうまく温められずに怒られてしまった。だけどグラントリノの一言で思いついた。イメージは電子レンジのたい焼き、これかもしれない。ああ、わかった。一部にしか伝わってなかった熱がまんべんなく伝わるイメージ。全身常時身体許容上限 5%。 たどり着くまで随分早かったな。試してみるか。お願いします。本気で取りに行くよ。さてどうするか。さてどうするか。とりあえずは俺に一発入れてみな。フルスウルトラを放て。速攻で行く。やるね。戦うしかないのなら吹き飛べ。ワン・フォー・オールを全身に張り巡らせた状態、そいつを維持したまま動けりゃ今までのお前とは一線を画す。さあ逃げろや。もう一度だ。打ってこい。攻撃を当ててブルースウルトラゲージを貯めろ。こっち、いい動きだ。すぐダメ。そこだ。逃げろや。いいぞ。うわっ、しゃじゃ馬がやるね。つなげ。スタート。ねぎらい、いい動きだ。よし、締めに一発撃ってこいや。ねぎ、プルスウルトラ2を放て。僕にできることを。いいぞ。持てる力のすべてを。やるしかないんだ。今だ。オールフルカウル。惜しい。たった一回の思考で前回とは劇的に変わった。久々に本気で避けた通にかすった。こいつは暴けるかもな。ひょんなことから新しい技フルカウルを習得した僕、使い慣れるにはまだまだ練習しなきゃ。その前に朝ごはん食べないと。